領へ武術の道を歩む者は己の信念を全うするため死することも覚悟しなくてはならない。信念に生き、信念に死す、それが私の生き方だ。亮、お前も己の信念を胸に道を歩め、そして極めよ。どこの鍵だ？なんだろう、この鍵は。何かに使うかもしれないな。亮、お前がまだ眠ってる時間から農家の人は働いている。人参の収穫も一本一本丹念にな。それをお前は粗末にできるのか？僕食べるよ。牛乳か。あの猫飲むかもしれないな。よし、持って行ってやるか。姉さん、亮さん、なるべく早く帰ってきてください。なるべくそうするよ。それじゃあ姉さん。はい。大切に使わないとな。技みたいだな。足技みたいだな。亮さん、お出かけですか？ああ。昨日帰りが遅かったようなんですが。ちょっと。せめて11時までにはお帰りください。ああ、わかってる。
福さん、水月好きの練習してたのか。ええ、入門したての頃、3年間はこの基本技だけやらされて。基本に通ぜしもの、精髄に至るか、親父の好きな言葉だったな。ええ、でももう指導してくれる先生はいないんですよね。俺なんてまだ脇が開く癖が治ってないのに。そうだ、リョウさん、できればお手本を見せてくれませんか。ああ、いいよ。じゃあまず俺がやります。姿勢が乱れてないかよく見ててください。一歩前進すると同時に腕に力を込め拳を打ち出す。あ、いててててて、福さん、大丈夫です。さあ、リョウさん、手本を見せてください。わかった、親父ほどうまくできないけど。さすがですね。全身の動きが滑らかで力強いや。俺なんかとは全然違う。親父には随分鍛えられたからな。先生はいつもこの水月好きが基本で一番大切だって言ってましたからね。この際もう少し練習してみますか。いや、やめとくよ。そうですか。稽古をする気になったらいつでも呼んでください。付き合いますよ。ありがとう、福さん。ほら、飲みな。うまいぞ。見て、お兄ちゃん。美味しそうに飲んでるよ。ああ、いっぱい飲めばすぐ元気になるぞ。そうだね。ありがとう、お兄ちゃん。すいません。悪いんだけど、最近疲れ気味でね。また今度にしてくれないかな。スミヤさん。あら、リョウちゃん。チャーリーって男を知りませんか。チャーリー、知らないわね。ねえねえ、何人なのその人。さあ、それは。ちょっと気になるじゃないの。でもそんなかっこいい名前の人、町内にはいないわよね。サングラスに黒い革ジャンを着て、腕に入れ墨があるらしいんですが。あ、それって長井工業の人じゃないの。こないだドブ板の事務所のとこで見たわよ、入れ墨の人。そうですか。
悪いが、よ、ああ毎度。どうしたんだ。喉乾いてジュース欲しいけど、僕小さいお金ないです。おごるよ。誰がいい。あなた優しい、僕嬉しい。僕飲むです。あなたのおすすめ。おすすめか、そうだな。ほら、おすすめありがとう。僕もらうです。店忙しいのかい。ああ少し。あなた店また来るです。親父さんおすすめ食べにでも。ああ、当時さんたちによろしく伝えてくれ。僕わかった、親父さんたち伝えるです。じゃあ僕行く、用事あるです。ああ、じゃあな。はい、毎度。鍵がかかってるな。すいません。あ、どうも。長井工業っていうのは。あ、うちの店の並びの。ええ。気をつけてくださいね、怖そうなお兄さんがよく出入りしてますから。わかりました。青木さん。なんだい、どれにする。いや、長井工業についてちょっと聞きたいんですが。え、いや今日は忙しいな。あそこって。りょうちゃん、今日は帰ってくれないか。うん、わかりました。親父さん。おう、亮か。いろいろと大変だったみたいだな。ええ。体はもういいのか。ええ、だいぶ良くなりました。あまり無理するんじゃねえぞ。まだ開いてないか。ちょっと聞きたいんですが、長井工業。詳しいことか。ええ。
トム。はい、ウィオー。長い工業って聞いたことないかな。ミスター長いがボスね。時々うちに来るよ。顔は怖いけど、本当は優しいね。そうなのか。たまによくオードヤクザの話するね。国サラチュージ、森の石松。長い工業がどこにあるかは。I don't know。ミスター長いとはホットドッグ買うとき話すだけ。そうか。長い工業のことだけど。場所はよく。ありがとう。栗田さん。よう、あんたか。長い工業のことなんですが。よう、よう。こう見えても俺は堅気の商売人だぜ。言いがかりでもつけようってな。そんな、まさか。ならいいけど、あんたの口から長い工業なんて言葉が出るとはね。糸井のおじさん。よう、いらっしゃい。長い工業のことなんですが。あそこと関わるのはやめなさい。道を極めると言っておるが、間違った道を極めている。本当の男じゃない。分かったかな。ああ、分かりました。すいません。よう。長い工業のことなんですが。ああ、あれだろ。あれって。俺ったらあれだよ。俺んとこは関係ないぜ。そうですか。すいません。申し訳ない。今はちょっと他の人に聞いてよ。タムさん。おう、リョウじゃんか。長い工業のことなんですが。リョウ、これだけは言っとく。ああいうとこには関わるな。まあね。なんだガキめ。聞きたいことが。うるせえんだよ。この野郎、生意気な面しやがって。文句あんのか。え、聞きたいんだ。ふざけんな、しつけえんだよ。どうした。ちょっと聞きたいことが。なんだお前。さ、ガキは向こう行きな。すいません。よう。長い工業って。長い工業、聞いたことないな。この辺にあるのかい。ええ、俺はわからないけど、服部さんに聞いてみたらどうだい。薬局の隣のですよね。ああ、商店会会長だからこの辺のこと詳しいし。聞いてみます。ありがとうございました。
すいません。いらっしゃい。服部さん、今いいですか。なんだい。長井工業って。長井工業。おいおい亮君、あんなところに何の用だい。いえ、ちょっと。あそこには近寄らん方がいい。え、その筋の人間が出入りしてるんだ。関わらない方が身のためだよ。服部さん、長井工業って。亮君、やめた方が。大丈夫ですよ。仕方ないな。ジーンズ屋のそばだよ。ほら、赤坂のいる。ウォータードラゴンですね。ああ、そのすぐそばだ。わかりました。ありがとうございました。気をつけてな、リョウ君。はい。すいません。ちょっと。うっせえ。なんなんだてめえは。ごちゃごちゃ言ってるとさらっちまうぞ。これじゃ話にならないな。ありがとう。もういいよ。ちょっと聞きたいんですけど。そんなことよりリサ、何を焦ってるのか知らねえが、人生読み誤るんじゃねえぞ。はい。俺に言えるのはそれだけだ。いいかな。ああ、なんで。チャーリーって男のことを知りたい。あの三下野郎か。偉そうに夜のドブ板うろついてるらしいね。どこに。ミリタリーショップがあんだろ。あとスカジャン屋だっけ。あの辺で悪さしてるらしいね。そうか。すいません。ん、悪いがちょっと考え事していてよ。ちょっと。え、栗田さん。よう、あんたか。チャーリーって男を知りませんか。あ、たまに店の前うろついてるやつか。
そういやここんとこ見てねえな。チャーリーは野郎が出張ってくるにはまだ早いよ。7時頃スカジャン屋あたりにフラッと現れるぜ。そうですか、どうも。すいません。よう、チャーリーって男を探してるんですが。ああ、うちのスカジャンに何癖つけたやつか。いつだったか夜に見かけたぜ。そうですか。チャーリーは前に来た時は7時頃だったな。暗くなった頃また来てみたらどうだ。そうですか。山岸さん。おう、亮君か。こんな時間にどうしたんですか。一杯やってたんだよ、君の父上と。親父と？うん、こう見えてもわしは昔古武術を習っておってな、君の父上とよく手合わせをしたもんだ。手合わせの後はいつも二人して飲んだからな。お、そうだ、こんな技を習ったことはあるかね。え、見ておきたまえ。山岸さん、その技は？昔、岩尾君にも教えた古武術の技だ。親父に？古来より、意気投合した武術家同士は互いに技を交換して友情を深めたんだよ。ちょうどいい、これも何かの縁だろう。君に教えようと思うが、どうかね。ぜひお願いします。うん、だったら善は急げだ。今ここで教えよう。古武術の重ね当てという技だ。まず型を説明する。よく見ておくんだぞ。まず一歩前進し、同時に腕と足に力を込め長打を放つ。これが重ね当てだ。まずは体さばきからやってみなさい。素早く重心を前に移すんだ。よし、いい感じだ。次は全身と同時に腕と足に力を込め長打を放つのだ。さあやってみなさい。上出来だ。この短時間で身につけるとはなかなか筋がいい。ありがとうございます。この重ね当ては戦国時代に編み出されたものだな。章を二度続けて当てることで鎧を着た相手にも衝撃が伝わるよう工夫されている。本当に身についたかどうかもう少し練習するかね。いえ、もう大丈夫だと思います。そうか、まあ君なら大丈夫だろう。しっかり精進するんだぞ。はい、ありがとうございました。
いつの日か君とも酒を酌み交わしたいものだな。ええ、その日を楽しみにしているよ。小峰さん。おう、りょうちゃん。忙しそうです。いやー、最近ちょっと売れ行きが良くなくてね。ま、トムのホットドッグとか、向こうのバーガー屋は目じゃないけど、ピザ屋がね、手強いんだよ。そうですか。1回100円か。ちょっと遊んでみるか。
ダーツ1回100円。遊んでいくか。まずまずかな。惜しいな。まずまずかな。当たった。最後か。惜しいな。トップか。どうしようか。やめとくか。ここでなら練習できそうだけど、練習してみるか。怠けたら腕が鈍るからな。こんなとこか。ここまでにしておこう。
すいません。よう。チャーリーって男を探してるんですが。ああ、うちのスカジャンに何癖つけたやつか。いつだったか夜に見かけたぜ。そうですか。栗田さん。よう、あんたか。チャーリーって男を知りませんか。あ、たまに店の前うろついてるやつか。そういや、ここんとこ見てねえな。トム。ウィアオ、辛い時こそスマイルね。ああ。すいません。はい。あの、どの商品をお求めですか。いえ、またにします。ハニーさん。はい、リオ。あの、お腹空いてない？何か食べてく？いえ、また今度。ヘイボーイ、何か探し物かい？お前は。ノー、この間のお詫びしたいだけね。何？ストロングな男好きね。You are very strong よ。そんなことはどうでもいい。チャーリーという男の居場所を知らないか？チャーリー？ほほ、フレンドね。本当か？人を信じない、よくないね。目についてくるよ。チャーリーに合わせるね。ハハハ、引っかかったね、マヌケなスクーボーイ。チャーリーを知っているか？そんなやつ知らない。そのタトゥーはどこで入れた？沖縄。嘘じゃない。でも横須賀にもタトゥーショップある。ミノフレンド言ってたよ。タトゥーショップ、どこだ？ I don't know。 本当、 believe me。栗田さん。よう、あんたか。タトゥーショップってどこにありますか？タトゥーショップあるって噂は聞いたけど、場所は知らねえな。そうですか。トム。はい、ウィオ。この辺でタトゥーショップ知らないか？ウィオ、タトゥーするの？いや、人を探してるんだ。サーリー、タトゥーショップは知らないね。そうか。
いらっしゃいませ、和樹くん。これを。和樹くん、またね。いらっしゃいませ、葉月くん。これを。葉月くん、またね。ちょっといいですか。いや、どうかしたの。聞きたいことがあって。りょうちゃん、今日は帰ってくれないか。そうですか。勘弁してね。すいません。赤坂さん。りょうか、どうした。今度店覗きに来いよ。ええ。長島か。なんだよ。この辺りでタトゥーショップを知らないか。知らないけど。そうか。おい、えのき。はずき、てめえか。聞きたいことがある。なんで俺が答えなくちゃいけねえんだよ。ほら、食べな。うまいぞ。そんな慌てなくてもいいよ。